戦隊の赤いマグマ、ゲー。そしてこの俺は、ギニュー特戦隊隊長、ギニュー様だ。何をやっとんじゃ、ベシータのやつは。違いますよ。それは父さんじゃなくて、敵と体が入れ替わっちゃってるんです。ほうほう、それはまた決体の技じゃの。本来の歴史だと、ギニューと入れ替わったのは悟空くんだったわよね。ええ、そうです。またトアとミラが何か仕掛けているのでしょう。やつらのことは俺に任せて、あなたは歴史の修正に集中してください。フリーザ様にドラゴンボールをお届けしてきた。そいつらリクームとグルド、お前たちが片付けて。よっしゃー、こりゃダンクを決めるぞ。こういう時は平等にじゃんけんで決めましょうよ。天才、俺が帰ってくるまでに終わらせておくんだぞ。わかりました。なんだ、今日は会長機嫌悪いんだ。よし、うぜえ、俺は。うわあ、俺だって、いや、死ぬぞ。見てやがれよ、バカに。お前らもだよ。なんだよ、どうした、なんかあったのか。グルの取り方がギニュー、こやつらからよからず力を感じるぞい。トランクスは父さんの動向をサグるために、ギニューの方をこっそり追っておる。お前はご飯たちを助けてやれ。に言われちゃおしまいだ。おいおいおい、ユリドのやつ枯れちまいやがったぜ。待ったぞ。ここにかけては我々特戦隊のスペシャルファイティングポーズは、ギニュー隊長に4人でできる新しいポーズを考えていただかねば。Yeah!
ろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。リクエムウルトラファイティング。のサイヤ人らしいぜ。ストッパレー！原因の存在が、あんなダゴに取り回されてたまるか！サンド、エリートはエリート戦士なんだぞ。おおほほー、やつらに合わせとる、合わせとる。あっ、マクーが来たからにはもう安心やろう。あやつに、大切が現れるぞ。おいしいところを持つ。やめっこ、やめっこ。誰だか知らないけど、クリリンとご飯を助けてくれてありがとうな。いいか、もちと付き合ってるか。ショウキョウ、あとクリリン、ファン、おめえたちはドラゴンレーダーでボールを探してくれ。ごめん、分かった、頑張れよ、ゴク。アバよ、カカロット。ベジータ、ベジータのやつら、こいつを叫ばせておけ。その隙でドラゴンカードを手に入れろって腹だな。さあ、いいものやるよ。ターレスを止めて、新生児の身を食べさせる気よ。
よっ、ギニュー特戦隊隊長、ギニュー様参上。部下のピンチは我がピンチ、ギニュー隊長参上。トーン、すみません、お待たせしました、ギニュー、俺の体を返せ。返せと言われて返すバカがいるか。安心しろ、お前の体は強い、私が有意義に使ってやる。おめえ悪そうな顔してるけど味方なんだな。よし、あいつらを一気に片付けちまうぞ。この歴史の形はまだ意味に満ちなかった。あの、僕らは一気に決めるんじゃないか。さっき来た倒さないでほしいんですが。何のことだ、おめえあいつと友達なんか。いや、そういうのじゃ。形勢逆転ってことか。どこかで見たことのある顔の貴様、よくやったぞ。ギニュー特戦隊の一員にしてやろう。せっかくの申し出だが遠慮させてもらう。このね、そこにあるのか。解決だと思った瞬間に、すみません、そんなことに
俺の手で取りたいところなんですが、俺はこの歴史に本来関われない。いろいろあった。まだ大丈夫よ。悟空君とギニューが入れ替わるのは正しい歴史の流れだ。そうだ、ガーレットの先生はギニューがもう一度チャンスを出せば元の歴史に戻せるはずです。お互いの体を交換したのだ。そんなことが。こいつは思った以上にできるな。元に戻れたみてえだな。くそー、今度こそこれだ。チェーンジ、もうはいかねえぞ。これまでの動きから察するに、ターレスとスラックにトワとミラが協力しているのは間違いないわね。一度は何とか撃退した相手だけど、トワの科学技術は厄介よ。ミラとは以前も戦ったことがあるんですが、かなりの実力者でした。大量の霧エネルギーを受けて復活したミラはさらにパワーアップしているはずだわ。油断は禁物ということじゃな、ノー、トランクス。はい、先ほどはすみませんでした。まんまとトアの罠に引っかかってしまいました。お恥ずかしい限りです。本当よ、もうもう少しで歴史がめちゃくちゃになるところだったわ。トアの悪知恵もミラの力も侮れないわよ。あなたも気をつけてね。俺たちは二人でミラを追います。あなたは引き続き歴史改変の修正をお願いします。歴史改変か、ターレスのやつまた出てくるじゃろうな。